どうもこんにちは、タクショーです、久々の投稿です。すいません。で、またね、そろそろ動画を投稿していきたいと思ってます。で、ね、ちょうどここでね、新製品がリリースされますんで、例えばこのペンホルダー、ソーっていうね、ペンホルダー、これは一応僕と日卓さんで共同開発ですね、させていただきました、ね、角型と角丸型があります。このソーっていうラケットを、いや、まあ前にねレビューしたんですけど、ゴーリキですね、ラケットね。でそれに、今回、新たにリリースされるピンプルスライドっていうね、変化系表を貼った状態の、まあ、こうシダね、シダレビューですとか、あとはね、皆さんなかなかこう興味があっても買いにくいのかなっていう、ホルツシーベンとか、あとバサルテックインナーですね、この辺のラケットの、レビューもしていきたいと思います。まあ、もちろんその他ね、いろんな、卓球芸のねご紹介ですとか、まあ、卓球技術の歴史動画も出していきますんで、よろしくお願いします。で、そうだ、ここで一つ、告知なんですけど、3月22日のね夜ですね、夕方から、テレビ朝日で、ビートたけしのスポーツ大賞という番組があります。でそこで、いろんなスポーツの、まあ、スーパーキッズですね、東京オリンピックに、まあ、有力のね有望なスーパーキッズが、出演するんですけど、その中の卓球のコーナーで伊藤美誠選手と張本選手が、出演します。で今回僕が、まあ、そのコーナーの、伊藤選手の、パートナーとして、出演させていただきます。というわけでバイバイ。